ちょっとこれでいけるのかやってみる？ってだね、77。早いんだよな、意外と。156。じゃあ77。あ、77これだな。小さなフロート。いや、もうくっついてる。めちゃくちゃ簡単じゃん。テンプレート車両はやっぱすげえな。テンプレート車両による回収はちょっとなしってことにしないとすぐ終わっちまうな、これこのゲーム。だから仕組みを見て勉強するのはいいと思うけどね。そういう方針でやろうかな。ちょっと優秀すぎるわ。さあ、これどうする？小さなフロート。水に浮く。単純。はいはい。あ、小さいね。水に浮く。で、どこだっけ？これか。156。って言ってたっけ？だから相当下の方だよね。この辺だよ。正規のルートなことある？けー、あ、やっぱりあっちか。ビーチボールディスペンサー。手を進んでいくしかないか。なるほど、引き上げるには結構な浮力を稼ぐ必要があるんだな。いや、遠い。この速度で行くのは遠い。登れる？これ。
かも。いけるか？いや、なんとかいけたか。ボールディスペンサーなんてそんなに必要とも思えないけど、よいしょー。いや大変だったね。ああ、こういう感じなんだ。4個、3個までか。ちょっと用途がわからんだ。よしよし、ともあれ海底のパーツは拾い切ったかな。とりあえず見えてる感じのやつはね。よし、なかなか大変でしたね。次ちょっとこっち行ってみましょうかね。OK。ここにあるね、あれだね。よし、到着だ。近くに煙が上がってるところはないな。あ、これ重いやつだな。なんだろう、ダリン。あ、こんなのあるんだ。へえ。コックピット、船用コックピットか。まあでもいらん気がするな。いや、これちょっと、まああれだね、この車じゃ積めないな。これは改造が必要か。残念ながら夜かよ。夜暗いんだよな。さて、幅が広いんだよな。左右2マス分ぐらいは広げないとダメだね、きっと。左右2マスだから、もう奥行きも広げないとダメだね。よーし、ちょっと作ろうか。まず単純に完全にこうしてしまう。これで一応つながったはつながったけれど、一旦ちょっと動かしてみるか。で、これ一応持ててるは持ててるのか。磁石でなんとか持ってるのか。うわー、まっすぐ走れねえ。いやー、ダメだなこりゃ。よし、これでいいだろう。うわ、ダメだ、重すぎるんだ。そんなことあんのかい。
よし、分かった。もうちょっと大幅に変更するか。で、これを積むスペースにするじゃん。これ使ってみるか。これで旋回はできるようになったはずだ。で、そうなるとこれを下げる必要はなくなるんだから、で前に出す。プロペラをね、プロペラどこに設置するかだよね。よし、これで枠はできた。で、ピストン。3つ。4つぐらいつけるか。前が重いか。重いっていうか傾いてるな、これ。なるほど。もっと上じゃないとダメだね。なんで ダメなの？びっくり。このまま運ぶって感じ？あっちがローズとか。まあでも行けるはいけるかな。いけねえわ重すぎるんだ。バランスがやばいな。どうだ、浮いてる。うわなんとかなったな。のサイズだな。いい感じ。さあ、あとは気をつけて登らないとね。陸上でのね、重心がねかなり不安定になってるんでね。でもマジでギリギリ運べるラインだなこれ。いいじゃん。旋回が意外と急なんだよな。
よし、なんとかなったな。回転しているぞ。何が起こってるんです？なんで？なんで？なんでブレイクダンスみたいになってるの？何も操作してないんだけど。なんで止まらないんだけど。